はい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 。マジで何やってんの、ほんまに。勝てるって、今日の試合。ほんまにチャンスこんなに作ってんのに、なんで手が入らない。本当に坂本さんね。まあ坂本さんだけじゃないけど、本当にね、もう、僕も悔しいし、もう、最低限の打撃というかね。そういったところもできないっていうところは、本当にもう、使うか使わないかっていうところを、もうはっきりしてった方がいいのかなとも思います。てな感じで始まりました、小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見れてください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、先ほど終わりました、タイガース対ジャイアンツの試合解説やっていきたいなと思ってます。はい、もうね、負けてしまったんですね。はい、まあそれに菅野さんでね、まあ僕この間ね、この2戦でまあ間違いなく1勝1敗はしとかないといけないっていう、1勝は絶対しとかないといけないというふうに言いました。で、まあ1勝するんであれば、まあ菅野さんのところで、するしかないだろうというふうにも言ってたと思います。で、まあ菅野さんのねピッチングもまあ素晴らしいものだったと思います。まあランナーは出せたんですけども、まあゲッツーだったりとか、まあいろんなところのね、要所踏ん張るピッチング、さすが菅野さんかなっていう風にね、思うピッチングだったんですけども、相手の才木投手もね、非常に素晴らしいピッチングをしてました。ただ、あのね、チャンスはね、めちゃくちゃあったんですよ。ジャイアンツの方がチャンスは、多かったのかなという風に思うし、まあいろいろね、言い出したらきりないんだけど、まあ審判がね、誤審したりとか、もう、何やってんのって、まあこうそういうのもなんか流れなのかなっていうふうに思うし、明日ねどうなるか分かんないけど、もう明日負けたらちょっとマジでやばいなっていう感じはしてるんですよね。はい。でまあ、今日ね試合振り返っていこうと思うんですけど、まああの動画の内容としてはまず得点シーン振り返っていって、スタメンの変更点見ていって、で最後僕が気になったところを見ていく、この3本でやらさせてください。はい、まず得点シーン振り返っていきたいと思います。でまず僕の胸あたりですね、画像を出しながらちょっと見ていきたいと思います。はい、ね今日は1対0というところ、まあまあピッチャーにも非がないし、あのまあ打撃陣がねまあ打てなかったっていうのは敗因なんですけど、まあ、相手のピッチャーも非常に良かったと。ただまあ後で詳しく説明しますけども、まあことごとくねチャンスあったわけですよ。で別にヒット打てとは言ってないです。ヒット打てとは言ってないんですけど、まあ、ここで最低限外野フライがとか1本打てたらとか、なんとか内野の間抜けれたらみたいな打撃ができてたら、まあ勝てたんですね。まあそんな、まあ負けた試合全部が共通してると思うんですけども、そこがこの大一番でできなかったっていうのは非常に、残念だったなというふうに思います。で得点シーンはまあ3回裏にまあ2アウト1、3塁からまあ中野選手にねまあライト前ヒット打たれた、まあこの1点だけなんですよね。はい。で、まあ、後で見ていきますけども、ジャイアンツね、めちゃくちゃチャンスあったんですよ。うん。で、まあ、そこをね、まあ、全部生かしきれないっていうところで、まあ、非常に厳しい負けになっておりますと。はい。で、次ですけども、僕のじゃない、スタメンの変更点ね、ちょっと見ていきたいと思うんで、僕の川田にですね、画像出しながら、両チームのスタメンの変更点見ていきたいと思います。はい。まず、ホーム側のタイガースからなんですけど、あんまり変わってなくてですね、昨日、まあ、6対5で勝ってるわけですけども、ベイスターズに勝ってるわけですけど、6番にですね、井上選手入ってたんですけども、今日は前川選手入っておりますと。で、キャッチャーが坂本誠志郎選手から今日は梅野選手になってて、まあ、青柳投手から今日は佐伯投手というところで、まあ、その、昨日の勝ち方もね、すごくいい勝ち方だったんで、タイガースの関してはね、まあ、すごく勢いに乗ってるんじゃないかなっていうところはね、あるんで、まあ、そこをね、まあ、ジャイアンツ昨日変な負け方してるんで、まあ、どういう風にね、食い止めていくかっていうところはね、見ものだったと思います。で、対するジャイアンツですけども、まあ、昨日5対4で負けてますと。うん、まあ、いろいろあってね、浅野選手のミスとかも ありましたけども、まあ、なんとか切り替えてというところですよね。で、変更点で言ったら、坂本選手が今日はね、5番から6番になっておりまして、で、キャッチャーにね、入ってた岸田選手が今日は出てなくて、小林選手が8番に入っておりますと。で、昨日、オコエ選手がレフトに出てたんですけども、今日は長野さんをね、スタメンで起用しております。佐伯投手と、ね、相性がいいというところですね。
で、昨日8番だった門脇選手が今日は7番に上がっておりまして、でピッチャーは横川投手から菅野投手というところで、まあ、ここ大一番、ほんまにここ大一番で一番、今年一番のピッチングをね見せて、くれればね、本当に最高だなと思ってましたし、それぐらいねできる、今年の出来だと思うので、菅野さんに関して言えばね、でそこは本当に期待しておりました。はいはい、ここからですね、僕が気になったところであったりとか、ここポイントだったよみたいなところをできるだけ分かりやすくね、面白く飽きさせないようにね、お話していきたいと思うんで、ここから見てください。ここから見てください。マジでこんだけ分かりやすく言ってる YouTuber いないんで、ぜひね阪神ファンの方もね、見てもらえればね、嬉しいなというふうに思ってます。はい、まずいきます。1回表なんですけど、まずこれでかかったっすね。はい、まあこれノーアウトから丸選手がレフト、2塁だったんですよ、ライト線にね。で、ノーアウト二塁で浅野選手バントしたんですね。バントしたんですけど、まあ、ピッチャー前に強いバントポーンって行ってしまって、で、まあ、丸選手が、3本か、二塁と三塁の間で挟まれるんですね。で、それで、丸選手が、まあ、アウトになってしまって、で、浅野選手二塁狙いに行ったんですけど、二塁でもアウトになってっていうところで、まあ、ここノーアウト二塁でゲッツー取られるんですね。正直、これがめちゃくちゃでかかったんちゃうかなと思ってて、やっぱりこう、立ち上がりで、やっぱり才木投手も不安だと思うんですけど、そこで、ゲッツーを取れたって、ノーアウト二塁でゲッツーが取れたっていうところで、まあ、ここは、まあ、いろいろね、ポイントはあったんですけど、今日、ここ、結構一番大きいポイントだったんじゃないかなと思うんですね。うん。もうちょい粘るのか、それか浅野選手が自重するのかっていうところですよね。まあ、もっと本音を言えば、まあ、しっかりバントを決めてればなんともなかったんですけども、まあ、そういうところですよね。で、次、2回表いきます。はい、これね、先頭、まあ、岡本選手先、ヒット。で、長野さんもヒット打つんですね。長野さん今日、まあ、やっぱ相性が良かったんで、マルチアンダしてましたね。はい。で、ノーアウト1、2塁で坂本選手。まあ、ここセンターフライっていうところなんですけど、まあ、そのちょっと浅いフライでね、アウトになってしまうと。で、門脇選手もレフトフライ。で、小林選手もいい当たりだったんですけども、まあ、セカンドゴロというところで、まあ、ノーアウト1、2塁のチャンスで、まあ、得点ならずというところですね。はい。で、次、3回裏。ここがね、まあ、点を取られた回。唯一点を取られた回なんですけど、まあ、ここね、ちょっとね、まあ、X とかでも、まあ、いろいろ言われてますけども、これね、一塁審判どうなのってとこは正直ありました。うん。はい。まず、いいワンアウトから木浪選手にセンター前ヒット打たれるんですね。で、ワンアウト一塁で才木選手バントなんですよね。で、もうバント簡単にやらせたらダメだっていうところで、カットボールであったりとか、スライダーであったりとか、多投してね。まあ、なかなかさせないっていう風なね、ところをしてたんですよ。で、ワンボールツーストライクからカットボール投げたんですね。で、才木選手がこう、もう明らかにスイングしてたんですよ。もうこうバーンって明らかにスイングして、もう才木選手も三振やと思ってベンチ帰ろうと思ったらノースイングって言ったんですね、一塁審判が。で、まあ正直、まあ人間なんで審判も、まあ誤審あるんですけど、まあここのこの試合で誤審されるのは結構きついなって、もう明らかに振ってるんでね、明らかに、うん、まあ確実に審判も、ね、集中して見てたんだと思うんですけど、もう明らかに振ってるんで、うん、だから逆に明らかすぎて、ね、なんかそのノースイングって言ってしまったのかなっていう感じはありました。で結局次のボール送られて、でランナー二塁になるんですね。でツーアウト二塁から近本選手、レフト前ヒットこれも1球目から5球目を変化球で、こう変化球で組み立てといて、最後6球目最後にまっすぐ行ったんですけど、それうまいことをレフト前ヒット打たれるんですね。で、それでここですよね。2アウト1、3塁で中野選手にこうタイムリー打たれるんですけど、これちょっと配球チャート見ていきましょう。マジで。まあね。うん、まあ嫉妬っちゃ嫉妬なんですけど、まあそれよく打ちましたよね。で、これカットボールでバズボール。で、カットボールでファールなんですね。で、カットボールでファール。これ見てもらったらわかるように、もう明らかにインサイド攻めてるんですね。で、カットボールで、ファールを打たしにいってる配球ですよね。で、ストレートでボール。うん。で、ストレートでもう一回ボール。うん。っていうところで、ストレートを意識させますと。で、5球目、5球目のストレートは最後、外のね、アウトハイぐらいの球、行って、まあ、ギリギリボールと。で、最後、もう一度スライダーに戻るんですよ。で、小林選手のジェスチャーはもっと低くっていうところ、もうギリギリのところ来いっていうところだったんですけど、まあ、少しだけこれ甘くなってしまって、この中野選手に、まあ、ライト前ヒット打たれて、まあ、タイムリーになるわけですけど、まあ、今日の菅野さんね、本当にね、めちゃくちゃ集中してましたし、まあ確かに甘い球は、多少ありましたけども、それをね、
まあ、長打食らうこともなく、まあ、その後続をゲッツー打ち取ったりとかしてましたんで、まあ、失投のないピッチャーなんていないんでね。そういったところで、非常に要所要所をうまく締めてたなっていうところはあったんですが、まあ、ここのこのライト前ヒットっていうのは、まあ、ちょっと甘かった、ボールを、まあ、中野選手がしっかりね、ミートできたっていうところで、まあ、点を取られたんじゃないかなっていうふうに思います。でですね、これ、まあ、この後もあったんですけど、これ、ツーアウト一三塁ね、結局これ森下選手、この後、まあ、セカンドゴロ倒れて、まあ、1点しか入らないとこだったんですけど、1点しか入ってないんですけど、これもね、ハーフスイング、もう明らか振ってんのに、ファースト審判、これ、ノースイングって言ってるんですよ。もうこれも、なんか維持になってないって思ったんですね、ちょっとね。まあ、審判も人間やし、まあ、その、間違いはあるし、まあ、しゃあないんですけど、まあ、これね、ちょっとね、まあ、どうなの、まあ、これ点取られてないんで、この森下選手打たれてないんで、なんとも言えないんですけど、これ明らか振ってるやろっていうところを、まあ、2個ね、誤審されてるっていうところは、ちょっとね、流れ的にもね、きつかったなっていうふうに思います。で、次4回表見ていきましょうか。この回ね、本当にね、だ言うたら点取られた後の回なんです。すぐの回なんですけど、これでね、吉川選手いきなりパーンってレフト前ヒット打つんですよ。めちゃくちゃいい感じでね。で、岡本選手がライトフライ倒れたんですけど、ワンアウト1塁で長野さんが、まあ、ラインヒット3-2から、ラインヒットで、まあ、1、3塁作るんですよ。センター前ヒット打ってね。めちゃくちゃチャンスじゃないですか。で、ここで、まあ、ワンアウト1、3塁。ワンチャンその坂本選手が、ゲッツー崩れとかでもワンチャン1点入る。うん。で、もう、犠牲フライでも1点入る。うん。で、ヒットでも1点入る。まあ、結構、まあ、バッターからしたら、まあ、楽な場面ではないけど、まあ、結構選択肢があるんですね。最低限の選択肢が結構あるっていうところ。で、やったらダメなのは、まあ、三振と、まあ、ダブルプレーと内野フライ。この3つ以外だったら、まあまあまあって感じなんですよ。で、ここで、坂本選手、1球目のストレート狙いに行くんですけど、これ、セカンドフライね。まあ、これはちょっとね、先ほどのね、センターフライもそうだったんですけど、ちょっとね、全く合ってないというかね、もうずれまくってるんでね、うん。まあ、狙いは良かったんですけど、もうストレートで来るだろうって、分かってて多分ストレート狙いに行ってるんですけど、それを打ち損じてしまったっていうところで、ちょっと今日の坂本さんはね、マジで、まあ今日でも、今日だけではないけど、ちょっとほんまにどうなのってところは、あ、マジでありました。これはね、本当にここの場面はね、点取られた後なんで、ほんますぐ行きたいとこなんですけど、ここのセカンドフライはちょっと僕もね、精神的にね、きつかったっすね、マジで。うん。はい。で、次4回裏行きましょうか。まあ、これ、いいプレイ、ジャイアンツあったんですけど、まあ、ツーアウト1塁でね、まあ、梅野選手がセカンドフライ打ったんですよ。で、まあ、次のバッターが、まあ、木浪選手じゃないですか。で、木浪選手ってま、さっきタイム打ってるでしょ。だから、繋がれたらめんどくさいってとこあったんですけど、これね、梅野選手のセカンドゴロを吉川選手がね、ダイビングして、ファインプレイするんですけど、これ何気にめちゃくちゃでかかったなと思います。これ繋がれてて、また木浪選手にチャンスで回ってきて、タイムリーなんか打たれてたら、もう今日ね、もう完璧負けだったんで、そこでこれをしっかりね、ファインプレイしてくれたっていうのはマジででかかったなと思います。で、5回裏、ノーアウト、先頭のね、木浪選手がやっぱこれ出るんですよ。だから、さっきね、まあ、たらればじゃないけど、まあ、梅野選手が繋いでたとしたら、もしかしたら木浪選手に2本目のタイムにも打たれてた、未来もあったのかなと思うんで、そこはね、非常にね、良かったと思うんですよ。で、まあ、これ先頭木浪選手、ライト前ヒットでしょ？で、ノーアウト1塁で、佐伯選手バントでゲッツーなんですよ。2-6-3、キャッチャーゴロで、ショート、で、ファーストっていうところで、2-6-3のダブルプレー取るんですけど、まあこれね、本当にさっきの3回裏のやつだったらよかったのになというか、逆やったらよかったのになって正直思いました。ほんまマジで。で、6回もでね、はい、これ、ここがもう大チャンスだったんですけど、点入らなかったっていうところなんですけど、まあ先頭、浅野選手がこれレフトへでね、ツーベース打ちますと。で、ノーアウト2塁で、吉川選手フォアボール。で、岡本選手もフォアボールなんですね。で、ここでノーアウト満塁っていう大チャンス来るわけですよ。で、ここで長野さんが、まあ、初球狙いに行くんですけど、インハイぐらいの球をぐっしゃーでバット折れたんかな、バット折れて、ピッチャーフライになるんですね。で、こういうノーアウト満塁の時って、やっぱり一番目のバッターってめっちゃ大事なんですよ。ノーアウト満塁で打席に立つバッターってめっちゃ大事なんですよ。で、今日2安打打ってる長野さんを、もうぐっしゃー言って、まあ、ストレートでね、打ち取ってるわけですけど、まあ、球の威力もそうですし、その投げ込んだところがちょうど良かったんですね。バッターが一番打ちにくいところ、インハイのところに行って、詰まらしたっていうところで、まあ、これはね、まあ、振らない方が良かったんちゃうかなって正直思いました。まあ、狙いに行くのはいいんだけど、一番難しい球だったんでね。うん。で、これワンアウト満塁で坂本選手もこれ、セカンドフライ。さっきと同じ、マジで。
ストレートボールで、ワンボールなんてもう 100% ストレート来るやろってところで狙いに行って、それでまたショートセカンドフライっていうところで、もうどうしたんってマジで、本当にあと数試合やと思うんすよ、ペナントね、数試合じゃないですか。でこの坂本さんを見るの辛いっすね、ほんまに。さっきの打席もそうだし、でこのストレートを狙いに行って 100% 狙いに行って打ちに行って打ててないんで、全然ね、そこは結構きついなと思うし、本当にね、まあその阿部監督も今すごく悩んでるんじゃないかなって、ほんまに坂本さんを出し続けるべきなんちゃうかな、出し続けるかそうじゃないのかっていうところを本当に今悩んでるんちゃうかなと思います。で最後まあ7回裏ね、まあ2アウトから梅野選手のセカンドゴロあったんですけど、まあ、これも吉川選手ファインプレーっていうところで、まあね、すごくいいプレーだったんですけども、まあ結局ね、これ1対0で負けてしまったというところなんですけど、まあね、まあサムネイルでね、坂本頼むわっていう風なね、ことしましたけど、本当にね、見てて辛いというか、見ててしんどいんですよね。やっぱりあんだけ実績出してる選手が、だからこう、打てなくて苦しんでるというところ。で、正直こんだけ打てない坂本さんってなかなか見たことないし、で、この最低限の打撃っていうのもできないと。まあ相手のピッチャーはもちろんいいんだけど、それでも今までの坂本さんなら最低限でやってくれてたっていうところあったんですが、そこもできない坂本さんってまあどうなのっていうところも正直僕の中でもあるので、まあまあここ数試合ね、明日ねグリフィンがどれぐらいやってくれるかわかんないですけど、ちょっとねこの雰囲気だと明日もしかしたら負ける可能性もあるのかなと思うし、まあ面白いっちゃ面白いんですけど、でもねやっぱり優勝見てみたいんで、ジャイアンツのね、そこはしっかりね明日ね、ほんま死に物狂いで頑張ってもらいたいなというふうに思ってます。はい、そんな感じでですね、こんな感じで終わっとこうと思うんですけど、言い忘れてました、チャンネル登録者数ね5万人目指しておりまして、500人違うよ、5万人目指しておりまして、まだの方いらっしゃいましたらね、チャンネル登録ポチ、高評価ポチ、通知の方もねポチ押していただけるとねすごく嬉しいんで、これからも小山翔平ベースボールチャンネルをよろしくお願いします。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。今後はどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。